あら、眠ってしまったのね。可愛らしい寝顔だこと。ふん、そうして見ておるとごく普通の娘なんじゃがの。そんな怖い顔をしなくたって、あたくしたちは奪ったりしませんわよ。これこそ望む結果だったのですもの。あなたにとってもその子にとっても。どういう意味ですか？ねえエスト、私たちはあなたの背後にあるもののその身に刻まれた印もすべて承知しているけれど、そんなものは取るに足らないことですの。脅威でも何でもない、歯虫のようなもの。ただほんの少し煩わしいだけ。我らはミルスクレアの守護役、学ぶ心を持つ者にふさわしい場と知識を与えることに心を砕く者じゃが、それを望まない者に与えるほど暇ではない。以前のそなたのようにな。ならばなぜ放り出さなかったんです？簡単なことでしょう。あら、だって可愛かったんですもの。私、綺麗なお顔のお人形さんは大好きですの。少しは黙っておれ、愚昧め。つまりエスト、我らは待っていたのじゃ、そなたが決意すること。選ぶのはそなた自身。与えられたものに押しつぶされるも、それを武器として戦うも、そなたの自由じゃ。武器？そなたの恐れるクソジジイどもの小賢しい力など、はるかに凌駕ができる力をそなたはその身に秘めておるのじゃぞ。その年で全て諦めてしまうなんて、聞き分けがいいにも程がありますわ。僕は。伊達に年は食っておらぬでの。そなたがその気ならば、その武器の磨き方教えてやれんでもないぞ。ハムシといえども、不愉快な者たちをのさばらせておくのは気に入りませんわ。助力は惜しまなくてよ。本当にいいんですか？確かに僕はあなたたちの協力を得ることで今よりずっと強い力を持つかもしれない。それでもおそらくあなた方の脅威にはなり得ないでしょうが、他の者たちにとってはそうじゃない。強大すぎる力は害でしかない。それはあなた方古代史の歴史を見ても明らかなはずだ。そうね、なんとかに刃物を持たせるのは確かに危険なことかもしれませんわ。けれどねえ、そなたが望もうと許さぬ者がおるよ。
その腕の中にの。若干不本意ではありますが、僕には僕の都合のためにあなた方を頼る以外の道はなさそうです。よろしくお願いします、先生。何ですか、いきなり。ああ、何ですか、いきなり。ああ、こんにちはもいいですが、その前に何か言うことがあると思いませんか。それは別に言うまでも。ああ、もうそうではなく、まず先に反省するべきでしょう。僕を見つけたら飛びついてくるって、獣か何かですか、あなたは。ついついで襲われる方の身にもなってください。まったく、あなたと来たらなんで普通に声をかけられないんですか。そんなことはありません。あれはあなたが場をわきまえないからでしょう。あんな人の多いところで大声で名前を連呼されたら逃げたくもなりますよ。それは、その僕も悪かったと思います。でも以前からの条件反射というか、名残とでも言いますか、あなたが声をかけてくるとついつい逃げ出したくなるんですよ、不思議と。だから悪かったと言っているでしょう。それより、そのですね、そろそろ上からどいてくれませんか。さすがに苦しいんですが。仮にも魔法使いが、なんでそんなまじないしなきゃならないんですか。このぐらいどうとでもなりますから、まずは撫でるのをやめてください。地味に痛いです。やめてください。僕はあなたのそういう顔に弱いんですから。別にそんな顔しなくても、僕はもう怒っていませんよ。こんなことで怒っていたら、あなたとは付き合っていけません。違いますか。反省したなら
もうそれでいいです。次から気をつけてくれれば構いませんから。何を笑ってるんですか？何かおかしいことでも言いましたか？相変わらず妙な人ですね。ところで、そろそろ時間ですが、次の授業は？僕は授業はありません。いえ、休校というわけではありませんよ。必要ないので、次の授業を切っただけです。今までは惰性で受けていただけですから、切ったところで何ら問題はありません。あなたの場合、先に自分の単位を心配するべきですね。ほら、そろそろ行かないと次の授業に遅刻しますよ。そうですね、特に予定もないですが、図書館で本でも読むことにしましょうか。エルバート先生が泣くのでやめてください。ほら、途中までなら送りますから。いや、君が一人なのは珍しいね。今日ってエストはどうしたの？今の魔法士の授業中もエストの姿を見なかったけど。え？じゃあエストって魔法士も辞めちゃうの？残念だな。あれ？エストから聞いてない？うん、勉強を進めるうちに受講する授業を変えることは別に珍しくないけどね。でも同時にいくつも切り捨てるなんて、何か心境の変化でもあったのかな。まあエストのことだし、きっと考えがあるんだろうけどさ。ようやく来ましたか。で、何ですかその不満そうな顔は。何がです？勉強ならもちろん教えます。授業ですか？ああ、そのことですか。別にいちいち言うようなことでもないでしょう。何恥ずかしいこと言ってるんですか、あなたは。ここは図書館です。広いんです。人がいっぱいいるんです。公共の場でそんなことを言わないでください。それは僕だって。わかりました、わかりましたよ。今度からはちゃんと言いますから。その強引さは
いつまで経っても治らないんですね。なんだよお前か。今日はエストのやつはどうした？一緒に勉強ね。どうせお前が一方的に教わる側だろ。エストのやつも辛抱強い。つうかそれだけ一緒にいてよく飽きねえな。俺は今ものすごくエストに同情したくなったぜ。マシューじゃねえか。外にいたのか。ああ、ちょっと先生に頼まれて風邪薬用の魔法植物を摘んでたんだよ。ここのところ風邪が流行ってるからね。てめえは本当お人よしだな。たまには断りゃいいじゃねえか。僕が好きでやってることだから。それにエルバート先生って断ると泣きそうな顔しちゃうし。つうかあの先生はいちいち落ち込みすぎだ。お前やエスト並みのふてぶてしさが備わりゃいいのにな。エストといえばさっき外で会ったよ。今日は君と一緒じゃなかったんだね。な、お前さっき自習室で勉強とか言ってなかったか。じゃあなんで外にいるんだよ。空気でも吸いに行ったのか。え、でも普通に制服姿だったよ。ちょっと外にって感じじゃなかったけど。僕、よければもう一度見てこようか。あいつがそんな柄か。心配なら俺も見てきてやってもいいけどよ。どうしたの？今出て行ったばっかりなのに。そして今からどこかに出かけるの？外ってこんな時間から？よくわからないけど外は寒いから気をつけてね。我が身に秘めた魔力の帯同、レーナルーメン、レーナアンブラ。闇の鎖よ、我が身を縛れ。
まさかまた覗かれるとは思いませんでした。こういう時ばかり勘がいいですね。教えても仕方ないでしょう。いえ、むしろ知らない方がいい。あなたは僕のこの姿を見ればそうやって悲しそうな顔をするんですから。すみません。この時間ならまだ間に合うかもしれませんし、あなたは先に戻っていてください。僕の方はもう少ししたら戻りますから。正直に言えばもうしばらく動けそうにないんです。でも朝になったらちゃんと戻りますから、あなたは一足先に。たまには人の言うことを聞いてください。風邪をひいても知りませんよ。何ですか、ルル。わざわざ僕の苦しむ姿を見たいってことですね。まったくあなたは本当に悪趣味だ。分かっています、分かっています。あなたの優しさも気持ちもちゃんと僕に伝わっています。ありがとう、ルル。眠ってしまいましたか。まったく人の気も知らないで。本当に困った人ですね、あなたは。僕にとってこの刻印は決して喜ばしい類のものじゃない。自分自身でさえできれば見たくもない。呪われた我が身の象徴だ。だけどあなたはそれを恐れない。明るい世界にいるはずなのに、暗い部分だろうと知ることを恐れない。まったく隠そうとする僕の方がこれじゃバカみたいじゃないですか、ルル。僕は守りたいだけなんです、あなたを。そのためならどんな苦労も厭わない。封印だってあなたのそばにいるために必要ならば痛くも苦しくもない。好きですよ、ルル。あなたさえいれば何もいらないほどに。いくら眠っているからって何を言ってるんだ僕は。まったくどうかしてる。どれもこれも全部あなたのせいだ。僕が今恥ずかしい思いをしてるのは間違いなくあなたのせいです。僕がこうして頬を染めているのも間違いなくあなたのせいです。僕がこうしてここにいるのも間違いなく
あなたのおかげです。急用があるので寮に戻っています。事後承諾ですみません。ちょっと急いでいたもので。ええ、エストさんが風邪で倒れたらしいので薬を持っていくところなんです。風邪だと？どうするんだ。この前の刻印が定着するまで魔法陣からは出せないぞ。ふん、だいぶ苦しんでいるようだが。無属性などそうそう生まれるものではない。万一にも失うわけにはいかんが。しかし。仕方あるまい。仮にも古代史を超えようというのなら、これしきの試練は乗り越えてもらわねばならぬ。なんでここに。
わないでください。僕なら大丈夫ですから、あなたは部屋に戻ってください。なんであなたはいつも人の話を聞かないんですか。風が移ったらどうするんですか。ああそうかもしれませんね。バカは風邪ひかないって言いますし。皮肉も嫌味も聞かないんですか。もし風邪をひいたら僕が困ります。分かってください。僕はあなたが苦しい思いをするのは嫌だ。どこから出てくるんですかその自信は。そう今の言葉、確かに聞きましたよ。それじゃあ、もしあなたが今夜の看病のせいで風邪をひいたら、あなたは僕のことなんてそんなに好きじゃないってことになりますね。僕を悲しませるようなことはしないんでしょう。後日が楽しみですね。ルル、ここにいて。すみません。少し眠ります。ゆっくり。もう午後の授業が始まっている時間ですが。ああ、ひょっとして今日はサボるつもりですか。まあ一応興味のわからない授業だったもので、別に大したことじゃ。特別授業を受けてるんです。イヴァン先生とバニア先生からね。あなたじゃあるまいし、それはありません。僕はあの二人から改めて魔法を学んでいるんです。もっと今よりももっと強くならなければなりませんから。ええ、これから先の未来もあなたと共にいるために。大丈夫ですよ。だから黙って。いいえ、黙って見守っていてください。何ですか。
それじゃあ、もしあなたが今夜の看病のせいで風邪をひいたら、あなたは僕のことなんてそんなに好きじゃないってことになりますね。どう見たって風邪だと思いますか？ほら、顔もほんのり赤いし。言わないでください。言わせないでください。いっそ移ればよかったんです。僕だって病人相手にならもう少しくらいは優しくなれるつもりだし、あなたがいつも欲しがる言葉だって言えたかもしれないのに。ルル、さすがにこれは僕も怒っていいところですよね。当たり前です。あなたは僕を殺す気ですか？ワンドオブフォーチュン R。 ほら、この中ちょっと照れちゃうけど一緒がいいな。僕に話があるんですか？別に構いませんが。わかりました。自分からし僕にそあなたは、ええ、どうぞ。ええ、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 何と言ったらいいか。ええ、あなたと何と言ったらいいか。今更ですが少し照れてきました。文字通りの意味です。違います。なんでそうなるんですか？僕だけが空回りしているようで非常に気分がよろしくないんですが、あなたの方はこの状況下で何も意識することはないんですか？そうですね、二人きりですね。その何か
意識することはありませんか？僕だけの空回りじゃなくて、正直ほっとしました。善処します。無茶を言わないでください。あなたは僕にどうしろって言うんですか？何ですかその不穏と極まりない笑顔は。嫌です。その表情をしたあなたの提案は聞きたくありません。気球に言われてもそんなことできるわけが。あなたは卑怯です。いろいろな意味で。目をつむってもらえますか？物欲しそうな目で僕の唇を見ないでくれませんか？頬にするのが限界です。ギリギリです。僕にできる精一杯の情報です。僕を殺したいんですか？その不名誉な第一号になりそうだから言ってるんです。何の解決にもなってません。あなたはもう少し恥じらいというものを持つべきだと思います。僕は恥ずかしいです。それこそ毎回死にそうになるほど。慣れるまでに一体あなたと何回キスを繰り返せば足りるんですか？まあとりあえずこの話はここまでにしておきましょう。これ以上話していたらあなたのペースに巻き込まれそうですから。さてこれからどうします？学校の方に戻ってもいいですか？そうです。そう何度やれやれ。あなたと話しているとなんだかどっと疲れます。ええ、普段のあなたもかなり変といえば変ですが、今日はいつにも増して妙な言動が多かった気がします。さて今日は疲れましたし、そろそろ帰ることにしましょうか。別に今日でなくともいくらでも話はできるでしょう。普段は僕があなたに合わせてますし、あなたもたまには僕に合わせてくれてもいいかと思いますが。あれはあなたがそのキスとか無茶なことばかり要求してくるからです。それは認めてもいいですが、それとこれとは話が別でしょう。前から思っていましたが、あなたはもっと恥じらいというものを持ってください。押し問答していても拉致が明きません。とにかく今日は帰りましょう。なんですか一体。どうしてそういつもいつも僕に飛びかかってくるんですか？まったく。あなたは僕に恨みでもあるんですか？
大好きって。心配しなくても、僕はもうどこにも行きませんよ。なんであなたはそこまでして僕のことを気にかけるんです？怒ってませんから、僕の上からどいてくれますか？ええ、許しますから。肉体的にも精神的にも苦しいので、早くどいてください。それとこれとは別です。まあ、あなたの言う通り、面倒だから逃げようとするのは僕の悪い癖だと思います。これからは直すよう努力しますよ。できる範囲で。ええ、それに何より逃げずに立ち向かわないと環境が改善されそうにないですし。頑張りますよ。何しろ獣にはしつけが必要だとよくわかりました。これから根気よくしつけないと。さてと、では改めてどうします？無理に戻ろうとは言いませんし、ま